毎年インターンコーターが入るわ、入るわ。何も不法じゃないわ。最初に市営道行って言ったからね。そして、犬が。わからんもんで入らなかったんだけど、これ入ることは全く問題ないわ。団体講習がよく言うと。そうでしょ、入っとったでしょ、インターンはそこでしょ。だから入ること何も問題ないわ。知事さんですけど。まあ、要請行きましょう、要請行きましょう。そうじゃないと思うよ。これね、胸吉だっていうの、まあ、頭あれで全然覚えない。まあまあまあ、どう続けてください。胸吉出てこい。それでね、何で呼んでるのかを言わないと。出てこい、胸吉。だから、話し合いしたいもんで出てきて。労働組合のね、申し入れでって。本日で。まあ、そう、知り合いのお兄さんが来たみたいじゃない。それでね、団体交渉に応じろー。それでね、僕散々話してる。書き留め来た時、僕スパッとして二度と飛ばし込むわ。一応ガムテープは出てきた。それでガムテープをね、やらんでくれって言うから。出てくれば、ハグよって言って。じゃあガムテープ、インターホンしたら、出てこってた。携帯対応を返せ。もう全然出てこない。充電器を返せ。宗内さん、沢島ヒアトルがね、フォークさん夫婦のことで話したいんですけど、出てきてください。で、9911だからおるわ、車両があるもんで。フーのこの真裏にあって、そこに救急士あるもんで、台湾行ってない限りはもういるわけ。だからもう途中からね、もう半月ぐらいもお前会社出社してないわけ、管理上で。でも次男の胸し共犯なわけ。それで、そこが書類送検されたの夫婦だけで、名古屋地検が、あっち側の辻間検事が意図的にもう外してるわけ。こっちが出した被害調書は、最初は10時って言ったけど、その参考資料なんて、向こうが勝手な、癒着を隠した勝手な被害調書を作って、参考資料ってなってるわ。わかります？そうしようさ。携帯電話を返せ！駐車についてもね、向こうに対して癒着悪いって、ここに何もしないから、強制退去させるんかって言ったら、強制退去はしませんって言って。監禁したことに対しても謝罪をさ。刑事課の柴田代わりと、その断言してるわ。吉川宗男団体交渉に応じろ。問題だったら向こうね、もっと何百万重罪で逮捕も片付くもしてないでしょ、競争してないでしょ。だから何問題ないわ。おったって強制退去もできないし、この前吉川宗男氏何にも問題ない。安定交渉に応じろ。こんな重罪で逮捕も家宅捜索もしてないんだから、盗まれたもあるって。吉川宗男氏、安定交渉に応じろ。後ろめたいから、その、釣り合いもあるし、こっちに対して、何もできるの。強制撤去するんかって言っても、しないわけ。松本海軍出てきませんね。出てきません。外国人スタンドアップ、書き留めていくと、ガムと一緒できた。あんたも早く付けたんだよ。はい、早く付けたい。キャッシュカードを返せ。今度はね、だからあのさ、レストランに、やっぱり従業員だから、あなたの権利もある、通る権利もあるんだから、まあ、最低本人がレストランに、